なんかこれじゃないような気がするが、一応始終始。はい、こんにちは、たくみです。本日はナイキとシチューシーのコラボ、エアフォースワン、スニーカーズの方にはね、ブラックの方だけしか来ないんですけどね、この素材がいい感じのエアフォースワン、自分でスニーカーヘッズを名乗ってるのに、エアフォースを履いたことがないっていう事件、ちょっとなんとか変えたいと思っておりまして、このエアフォースワンに挑戦していきたいと思います。そしてアパレルの方はね、まあ、全部見たんですけど、個人的に挑戦するならブラックの敵だけかなと。3秒来ました。マジミスだ。はい、入ったかな。結構くるくる回ってます。時間かかっとんの。はい、 OK、 OK、 OK、で、アパレル、ついた。いな、マジか。S で、ブラックティーも入りました。なんかビーニー、個人的にナイキのスーシュのロゴがなんか大きすぎるような気がして、32ドルなんですけど、パスかな。多分日本の方は抽選だったと思うんですけど、アメリカは抽選はなしと。あと、そうそうそう、エアフォースに関しては、なんかシュプのロゴ、まあいろいろロゴをつけただけじゃんとか言われて批判もされてたんですけど、それが欲しかったのと、一応履いたことあるって言ったら、あの、AFSF ミッドのグリーン履いてました。けどでもあれってなんかちょっと特別だから、なんか自分的には邪道だし、なんかエアフォースじゃないような気がして。なんか普通のが欲しい。ロゴのロゴ。どうなんだろう。なんか普通の白みんな履いてるけど、なんかトレンドに乗っかりたいとも思ってないし。微妙な感じです。そういやさ、昨日あるものが届きまして、これキーボードのキーキャップに。かわいすぎん。ヨーダとマンダロリアン。この2箇所の付け方を間違ってるような気がするけど。スターウォーズ大好きなんで。来ないなぁ。いいと思うんだけどなぁ、シューターのとこにシューシーの子が来て。なんかでも素材が面白そう、このスウェードっぽいやつがね。あえてのレザーじゃないエアフォースっていうのもありかも。まもなく4分経ちました。あっ、シャツあかんかった。マジか。まあ楽じゃないよな。もう入らんと思うけど。まあナイキパンツも履いてんで。お願い。なんか自分ルールができた。その日はそのブランドのアパレル。8まだ入る。お願い。あかんのか。ああ、なんか最初の5分にゲットできたらよかったら、ダメか、やっぱり。ダメだ。人生初のエアフォースは、延期です。ああ。配線の理由が分かった。これ被っとったのよ、これ。これね、なんかある日見つけたんで、セールになってて13ドルくらいでめっちゃ安かった。これを被るべきだったんだ。こっちの方がいいっしょ。まあええや。ちょっと取って、容器に入れて、
残った卵をこそぎ取ると。いきます。What's up, man? I'm about to see some crazy stuff, man. No, it's all good. What's that here, man? Takumi the legend, man. I look rough, man. No, it's all good. Word. Shoot, everyone watching, y'all keep grinding, man. Keep doing your thing, man. Or don't, and sit on your ass. Good deal. Yes, sir.